はい、こんばんは。ちょっとね、いろいろ探してたらいろいろ出てきたんで、肝心のブルーアイズの本物のカードが見つからなくて、どこ行っちゃったんだろうな。捨ててはいないはずなんだけど、ちょっと懐かしのカード紹介していこうと思います。何気にマジックジャマーってレアなんだよね。もう文字が金金じゃないっていうか、ウルトラレアではない、ブラックホール。立ち悪いカードだよね。立ち悪いカードたち、光のご風景、心変わり、サンダーボルト。こんなさ、ボロボロの傷だらけのカードでも当時は700-800円した気がする。悪質だよね、このカードね。なんかもう禁止カードになってるよね、これね。サンダーボルト、破壊輪、破壊輪、うん、これも悪質だね。聖なるバリア、ミラーフォース、うん、これもすげえ悪質。ブルーアイズ召喚っつってこれリバースしたら終了だからね。サイコショッカー、ブラッドウォルス、これはね、最初の召喚の時に強いカードっていうことで、天使の施し、これ本物だよ、サンダーボルト。これは結構綺麗だね。これ価値出んじゃねえの、あとはもしかしたら。マジックジャマーも本物だよ。死者蘇生、これも本物。これとかも高かったな、盗賊のアナウンス。ブラッドボルス、これゲーム限定だからね。これもそこそこの値段あるんじゃないかな。ということで、見つけたぞ。カード探したらこんなのも出てきた。以上。